2004年でアネ商事のシャンティ競馬場。シャンティ競馬場は、フランスのパリ近郊、オワーズ県シャンティにある競馬場である。所有、運営は、フランスギャロ。フランス競馬のジョッケクルブ賞を開催する競馬場として知られている。かつてのモンモランシー家の領地で、同家と、えにある、シャンティー城が3.4コーナー付近に隣接するように、作られている。 1834年5月15日に初の競争が行われており、フランスの競馬場の中でも最古のものと位置づけられている。また、多くの戦火にさらされ続けた競馬場でもあり、不仏戦争から第二次世界大戦まで戦乱の度に休止されている。近年では開催する大競争の勝ち下落が激しく、それに伴っての廃止が検討されたこともあるが、 今も開催を続けている。付近には関連施設も多く、競馬場周辺には、フランスギャロのトレーニングセンターである、シャンティ調教場が併設されており、毎週火曜日には、競馬場のコース自体も調教用に開放されている。パリから電車で約40分と交通の便もよく、ジョッキクル部などの大競争開催時には大いに、客を集める。2016年2017年は、 ロンシャン競馬場の大改修工事に伴い、代替として外線門章が東馬で開催された。コースはすべて右回りの芝コース。雫型と楕円を組み合わせたような形状となっている。ゴール手前は上り坂となっており、最大高低差は10メートルとなっている。最長距離のレースは4800メートル。1000メートル1200メートル線は直線コースで行われている。 ありがとうございます。